巨大なるマシン。そんなアホな。これはまた偉い風説ですね。風説じゃない、新説だよ君。あ、いや、それにしてもマシンとはね。まだまだってうるせえぞ。だってさ、これからテレビのリハーサルがあるんですもん。そういうのをな、神風タレントってんだ。おい、ボサッとしてんで手伝いよ。お、はい、早くしてよ。分かってるよ。お、いい加減に眼帯取るよ。ああ、そうか。ちょっとあっち行った。いや、しかしご存知のように彼の手首は生きたまま保存してあります。研究には不自由ないんですから、これだけの騒ぎになった以上、殺すのもやむを得ないと諦めてます。何してるんですか。ああ、君たちか。コードがいかれちまってね、取り替えてるんだがなかなかうまくいかん。博士、博士はまだ実験を諦めてないようですね。君は取材を諦めたら何もしないでゴロゴロしていられるか。いや、何かしてないと落ち着きません。それと同じだ。